ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ジムに来いと言っていたけど、私はとりあえず観光を先にしていく。トレーナーさん、リーグカード編集してる？素材が増えてあれこれ迷うのがまたいいんだよね。素材、好きなポケモンベスト5を選べない。素材って定期的に増えていきよんかな。俺の知り合い、俺の知り合いなんだが、ポケモンのコスプレをしてポケショップで働いているらしい。俺の知り合いだけどな。自分のやな、絶対。自分の話やな、それは。おー、おしゃれ。ちょっと待って、出てしまった。通知表に落ち着きが足りないと書かれるタイプですね。めっちゃおしゃれ、この子。キバナさんには申し訳ないけど、ダンテさんに負けて悔しがる横顔とか見てて痺れるんです。おー、ちょっと変態チックな感じ。キバナさんの背番号241。ロッカーとか何かあると同じ番号を探すよね。キバナさんってどんな人やろ。ジムチャレンジの順番はジムリーダーの強さで決まっているってご存知かな。え、じゃあ3番目のカブさんは別に大したことなかったんじゃ。そういうことを言わない。BP ショップって何？バトルポイントショップ。何バトルポイントって。私ゼロやけど。またどうぞ。説明あったかな今までに。よく覚えてないや。ここは何？普通の家？でもでかいぞ。全部の家がでかいんかな。あ、どうも強そうなお方。オス、アイアンミスター気合。気合が入りまくって強すぎる俺に挑む覚悟はあるか。何？え、戦闘？ここで？はい、いいけど。オス、いい気合だ。ミスター気合の強さ、思い知れ。普通に民家で勝負とかあるん？ポケモンによっては家が破壊されそう。ヒデナガ、空手を。めっちゃ外国人やけど。しかも使うポケモンかわいい。よし、剣フォローでいけるね。相手草、え？レベル 2？ レベル 2？ 大丈夫？大丈夫？ちょっと。かわいそうよ。お、耐えた。なになになに？耐えたよ。気合の助け？気合の助けで持ちこたえた。すごーい。ちょっと待って、ちょっと待って。え？人が攻撃しなかった今。気のせいかな。気のせいです。気のせいかな。何何何が起こったんだ。ちょっとついていけないんだけど。なんだか経験値もめちゃくちゃ少ないし。気合い勝負、お主の勝ちだ。賞金少な。オス、どうだ、驚いたか。いろんな戦い方があるだろう。よし、気合の背景でお主に気合の助けを渡す。ありがとう。これで持ちこたえれるってこと？とりあえず。持たせると HP が満タンの時、瀕死になりそうな技を受けても HP1 で一度だけ耐える。オス、ポケモンと技と道具の組み合わせで気合を入れていけ。これは消費アイテムなのね。で、結局あれは人が攻撃をしてきたんだろうか。疑り深いアユナであった。1なんだけど。回復しとこう。怖いわ。はい、休ませてあげます。結構キリッとしたポケモンが増えてきたね。まあ可愛い子もまだおるけど。アブリーとヌイコグマあたり。あ、違う違うの。落ち着いて行動しましょう。はい、それじゃ出発しましょう。さあ次はナックルシティ。中世の城壁を生かした歴史ある街。確かに中世ヨーロッパみたいな感じやね。ここは普通の家。あなたとポケモンが仲良しか教えてあげよっか。お、仲良し度が分かるところ。どの子と仲良しか気になる？エースバーンは最初から一緒におるけど。あなたとエースバーンはね、いい感じに仲良しだね。でももっと仲良くなれるはず。なんか仲良し度でこう進化できるかできんかみたいなのもあるけん、そういうのの目安にいいよね。あなたのポケモンがすごく頑張ったか知りたい？何それ。頑張りは一体何？よくわからない。ケンホロ、そのポケモンは、もっと頑張ってみて。かわいそう。じゃあずっと一緒にいるエースバーンはどうでしょうか。めっちゃ頑張ったと思うけど。はい、そのポケモンは、どの子なら頑張ってるの？レベルとかは関係あるんかな。カムカメ。
君とポケモン仲良しの素質がありそう。音質、音色のいいこれを持たせればもっと仲良しになれるかも。何？安らぎの鈴。心地よい音色の鈴。持たすポケモンは心が安らぎ仲良くなりやすくなる。安らぎの鈴を持たせるといつもより仲良しになりやすいよ。へえ、そうなんや。頑張り度はどうやったら上がるんすかね。ちょっとよくわからないんだけど。列車の中で食べるお弁当があれば人気なのに。子供ではワイルドエリアを通れないので列車です。大丈夫です、子供だけでも乗れます。めっちゃしっかりした子供やん。本当に子供か。人生2回目とかじゃない。言ってる意味がよくわかりません。宝物庫はスタジアムの外だ。宝物庫とかあるん、すげえ。何、めっちゃいっぱい。ただ好きでここからを育て共に暮らしているのね。空飛ぶタクシーとは無縁、無関係よ。なるほど。すごいね。まあ、好きなポケモンに囲まれて過ごすのは楽しそうだし、いいことだと思う。どうも、紳士的なおじさん。やあ、お嬢さん、天気の話でもするかね。ほう。おお、そうかね。では始めるよ。勝負の時、日差しが強いと、炎タイプの技は強くなり、水タイプの技が弱くなる。氷状態にはならないし、凍りついていた場合は溶ける。あ、そういうのもあるんや。へえ。ソーラービームなど日の光を使う技は一旦で出せる。光合成や成長など効果がアップする技もある。雷や暴風の命中率は下がるようだ。聞いてくれたご褒美だ。ぜひ受け取っておくれ。お、何？熱い岩。持たせたポケモンが日本晴れを使うといつもより晴れの時間が長くなる。日本晴れ覚えてる子はいないなぁ。多分使ったことないポケモンとかにはおるんかもやけど。ドラゴンは宝を守るもの。そういう意味で、キバナさんが宝物庫の番人ってぴったり。ドラゴン系の使い手ってこと？キバナさん。宝物庫はスタジアムの人はさっきと同じ人やね。シュートシティに行ってごらん。世界のあちこちからいろんな人が遊びに来てるよ。シュートシティ、サッカーとか盛んなんかな。安直な考えである。願い星が落ちてくる人って何か持っている人なのかな？わからんけど持ってるよ。僕がチャンピオンになったら、世界中の願い星を君にプレゼントしちゃおうかな。なるほど、そういう感じのバカップルか。どうも。早くお友達来ないかな。マインパタがフードを狙ってるよ。あ、飼ってるポケモンかと思った。違うんか。人生食べ歩き。ガラルテストで食い倒れだよ。いいね、いいね。お、見てこれ。奥でポケモン働きよる。かわいい。そういうとこにポケモンおるのいいね。ポケモンジャーナル。最新号買っておっか。やっぱそういうの大事？あ、座れるんや。いろんな人の話を聞くのが楽しい。え、エール団入れますけど。エール、エール、エールの練習。マリーを応援している。当連ってことか、あっこは。てか、あれなんやね。呼び捨てなんやね。マリー。お、なんか。何やらあれ。モンスターボールの。銅像がイチゴ飴細工。イチゴの形をした飴細工。マホミルに持たせてあげるとくるくる回って喜ぶ。何それ、どういうこと、どういう意味が。ワイルドエリアのポケモンは巣穴にいろいろ隠してるってよ。技レコードを集めている風変わりのポケモンもいるらしいな。え、ポケモンが集めてるの。ガラルは古い建物もたくさん残っているんだって。うん、こういう感じの場所ってことやろ。これが街ってすごいよね。おお、不思議な飴やったね。あれ、この先は行けないの。小さい子はこんなところにポツンと。あ、あなたなら大丈夫そう。私ね、好きな人がいてね、お手紙書いたの。もしよかったら届けてくれないかな。何をどう見て大丈夫そうって判断されたかわからんけど、いいよ別に。人畜無害そうってことでは。嬉しい、本当にありがとう。私ポーラっていうの。じゃあお手紙お願いね。古びた手紙。そんな小さな子で古びた手紙、いつ書いたの。女の子から預かった手紙。宛先は男の子。なぜだか古びた感じがする。え、なんか怖いんやけど。幽霊、君。アラベスクタウンのフラング君に届けてね。アラベスクタウン、なんかいろんな名前の場所が出てくるけど、全然まだまだたどり着きそうにないな。物知りメガネ。分厚いレンズのついたメガネ。持たせると特殊技の威力が少し上がる。うんうん。幽霊なのかな、もしかして。じゃなかったらね、なんか怖っ。意味深な感じやったし。なぜか古びた。
他の人には見えてないんかな、あの子の姿。ほーら、多分あれやない、アラベスクタウンのフランクくんって言われて、アラベスクタウンにたどり着いてフランクくん見つけたら、お、吸収率が大きく上がる。一度しか使うことができない。引っ込めると元に戻る。あのフランクくん見つけたらめっちゃおじさんやったりとかするんやない。ふう、そういうパターンね。勝手な決めつけはやめましょう。ここバトルできそうやけど。アイナは金の玉を見つけた。お、お金や、お金。甘いカレーが好きなのにお父さんすぐに学するの。それはやだ。苦いカレーとかやだ。ローズも昔のチャンピオンカップ準優勝をステップに大きく飛躍したもんだよ。へえ。ナックルシティのスタジアム見た？なんだかごっついって感じ。まあ、だってね、外からしてごっついもん。これ閉じ込められそうやもん、なんか。めっちゃ人おる、やば。そんな中でもひときわ目立つボール街。ナックルシティのスタジアムはエネルギープラントとしての役割も持っているんだよね。ん？エネルギープラント？私のタブレットで説明を見てみようか。すごい、何これ、説明用の資料？ほら、わかりやすいエネルギープラントの解説だよ。ナックルスタジアムの塔からエネルギーを吸収して、地下のプラントで電気に変換し、ガララのみんなに届けているよ。私たちの暮らしや社会は、電気やガス、水道といったエネルギーがないと成り立ちません。私の関連グループでは、願い星のエネルギーによって、みんなの生活を支えることを目標としているのです。それを、ビートやっけにやらせてるの。なになになに。おっと、仕事の時間だよ。オリーブくんに怒られる前に移動しようじゃないか。アイナくん、次は宝物庫に行きたまえ。宝物庫ならここスタジアムから6番道路に向かえば見つかるよ。6番道路、外か。外に宝物庫とかあって大丈夫なの？ローズさん素敵、なんてダンディーなの。本気で思ってる？地下プラントへのエレベーターは関係者以外乗れませんよ。ほうほう。ようこそ、あ、フレンドリーショップなんや、ここ。こっちは？ユニフォームショップへようこそ、何かお探しでしょうか。いや、大丈夫です。大丈夫です、はい。あれ、委員長？また仕事かな？みたいやね、忙しそうやし。ボールくれます？毎度おなじみ、僕ボール買いだぼりよ。この人は、あれなのかな？毎回、一人なんかな？一人が各地におるんかな？レベルの高そうな君に素敵なボールをあげちゃおる。お、何？今回は。アユナはレベルボールを手に入れた。何レベルボール？自分のポケモンよりレベルが低いほど捕まえやすくなるちょっと変わったボール。へぇー。レベルボールは君のポケモンより相手のレベルが低いほど捕まえやすくなるボールだぼるよ。いやはや、ボールって本当に奥が深いボールね。めっちゃいろんな種類あるね、ボール。どういう動きか知らんけど。オリーブさん、なんかガチで怖いよね。そんなこと喋りそうな感じの年齢じゃない気がするけど。ドラゴンタイプの使い手、キバラさんに挑むには、7個のバッジ、ジムバッジが必要です。え、ここは後から戻ってくるタイプのところ？なるほど、そうなんや。そういうところがまだあるのね。オッケーオッケー。じゃ、先にスタジアムの外にある宝物庫に向かわんといかんのや。6番道路、左の方？こっちか。宝物庫、お？あら、お久しぶり。アイナ、順調にジンバッジを集めているな。あー、でもちょっと。なのに君のライバルであるホップはどうしたんだ？俺の顔を見るなり、兄貴ごめん、なんて謝るから驚いたぜ。あ、一応たどり着いたんや、ここに。どこにおるん？もしかしてあいつ、負けて落ち込んでるのか？まあ、うん、そうみたいですね。とにかく、あいつのライバルとして、ホップをよろしく頼むぜ。おっと、時間だ。委員長との打ち合わせに遅れると秘書に怒られるんだ。場所もわからないのにな。いやいやいや、聞こうや。そうだ、アイナは木花に会っておくといいぜ。俺の最高のライバルにして、ジムチャレンジ最後の門番。あ、最後？今なら6番道路手前の宝物庫にいるだろうぜ。おー、なるほど、了解。そっちの方向で会っとんかな。あ、こっちでも街広がっとんや。ラテラルタウンの遺跡見たけど、芸術って難しいのね。そういえばなんか、野郎のところにも遺跡あったよね。ほんと各地にいろんな遺跡とかあるんやな。芸術がとか言うけど、自分が好きかどうかでいいのに。まあね、
芸術の価値とか全然わからんし、調子はどう？いいと思う。何やってんのおじいちゃん。私が着ている服は学生の頃にもらったんだ。ポケモンの糸を使っているから丈夫でまだまだ着れそうだよ。そんなに丈夫なん？すげえな。ってことでこの街でのおしゃれ、久々のおしゃれ。私何着ても似合うからキルリアちゃんに選んでもらうの。え？自分で言う。サングラス一つで印象が変わるっしょ。なんでマイク持ってんだここで。真剣に選ぶっしょ。なんか知らんけどチャラいっすね。ブティックへようこそ。何かお探しでしょうか。女の人の買い物は長いという通り、変わり映えのない絵面でたっぷり5分かけて服を選んでいるので、ここはダイジェストでお送りします。なんかパーカーの主張激しいね。パーカーの主張めちゃくちゃ激しいね。でもこんな感じでいいね。ここは食べ物屋さんかな。お、入れた。何ここ。ピッピーかわいい。ジムリーダーの試合見てるとポケモン欲しくなっちゃうんだ。試合観戦をしながらお食事、ガラルマダムの優雅なひときよ。ポケモン欲しくなるとこのピッピは？こっちの人のかな。ポケモンの特性は200を超えると言います。バッチリ勉強しておけば勝負の時も慌てません。ふんふん。おお、びっくりした。ソーナンス置物かと思って。ソーナンスをちょいとつつくとボヨンと跳ね返っていいのさ。何がいいのかわからんけど。妹大食いでね、いつかカビゴンと対決するってとんでもない夢を持ってるよ。あ、大食いで。LL サイズいっちゃう。大丈夫？ちっちゃいのに。かわいい、うっとり。いらっしゃいませ。ようこそバトルカフェ。バトルカフェ？一日一回、勝てばスイーツプレゼント。勝負いたしますか？マジで？どうやって経営しよう？普通に買うこともできるってこと？それでは参りましょう。レッツブレイクタイム。あ、負けたらお金払うってことかな？わからんけど。マスターの幼児が勝負を仕掛けてきた。よし、来い。ヘロリームと魔法イップ。かわいい。こっち飛行飛行。いけるかな。めっちゃなんか、もう綺麗にタイプ分かれてるね。よし、とりあえずエアカッターで行こう。そして、ツイーバーム。行きましょう。一匹ずつ確実に行くか。何タイプが効くんかな。あ、全然効いてない。やべえ。急所に当たって、それ。それはだいぶ効いてないね。ん？こっちは結構いい感じ？何その技？めっちゃすごい。めっちゃ効くけど。あー！助けて！可愛いと油断していたよ。ということは、なんだ？何タイプがいいんだ？わからねえ。エースバーン。とりあえず困った時のエースバーン。しかし、そのエースバーンレベルで負けています。猿みたいな声やね。なんでそんな声なの。ここは火炎ボール、新しい火炎ボール使っていこう。どんな感じの技。おお、溶けそう。おね、ドロットルン溶けそう、あんなの。おお、みんなレベルアップ。いいよいいよ。オンバットもレベル24。お、エアカッター覚えよう覚えよう。オンバットは飛行タイプやったっけね。影分身忘れさせる。はい、これで、はい、エアカッター、オッケー。お、ヌイコグマレベル22。はあ、あんまり効いてない。ああ、ケンホローがペロリーム、ペロリーム強い。電光石火で行こう。で、エースバーンの火炎ボール。これでちょっとドロドロに溶かしてこう。溶かしてこう。はい、火炎ボール。スイーツはいただいた。おっしゃ、オッケー。まあ、効果抜群ではないみたいやけん、多分、レベルのご利用しやね。レベルは、相手の方が上でした。マスターの幼児との勝負に勝った。意外にすんなりいけるスッキリテイストでしたでしょうか。おー、しかも賞金もめっちゃくれるやん。やば、赤字じゃないお店。パイルジュースのように刺激的な勝負でした。こちらお約束のスイーツです。パイルジュース？あ、違う、ハート飴細工。
ハートの形をした飴細工。マホメルにも持たせてあげるとくるくる回って喜ぶ。どんだけだよ。だからそれに何の効果が。なるほどね。あなたは。キバナ様にたどり着くジムチャレンジャーはわずか。彼とポケモンの試合をもっともっと見たいんだけどな。宝物庫に行ったら、おるんよね、ジムリーダー。何かが起こりそうな気がするけん、回復をしてから宝物庫の方に行こうかな。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。結構なんかね、街中、建物の中でバトルが始まることが多いんだろうか。楽しいけれども、唐突。